おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、スケバトの話をちょっとたまにはしたいかなと思うんですよ。本当ないっすねねえ、スキャバトのタクでね、ツイッターで検索してみればデタレタ報告だろうね。なんだありますが、私もうデタレタ報告とかもうどうでもよくなってきました。だって私がプレイする環境の方が少ないんですもん。もう全部なくなんじゃない？ね、みんな知って？田舎ってない。本当にないの。うん。というわけで今回はですね、恐ろしい企画を考えております。行ってみよう。いよいよこのパーティーを紹介するときがやってまいりました。武器、リルクの杖、盾、ウロボロスの盾、そして鎧はセロフィルのローブ。はい。これ魔法使いなんですよ。賢者じゃないんです。魔法使いである理由、それはお供を見ていただけた。デンタサウルス、ナイトリッチでございます。始まったよ、デンタリッチ。魔法使いによるデンタサウルス、ナイトリッチ。なんと相性があります。はい。なんと相性があるんですよ。はい。賢者じゃない理由は、これなんですよ。魔法使いのデンタリッチ、お見せします。いや、いよいよ来たぞ、このデンタリッチ魔法使い。みんなデンタリッチって言ったらバトルマスター想像すんじゃん。なんとこちらのね、チームは、魔法使いのデンタリッチというね、パーティーなんですよ。何が強いかというのはね、これ大会のね、本当に最終期に見た、バトルマスターデンタリッチっていうのもいたけど、その中で、デンタリッチなんだけど、魔法使いっていうのがいたのよ。これが、大会優勝2010年ハイエションだ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 まるちょっと待て、それは違う、それは話が違う、お前やってる。CPU 相手だとね、これ、あんま恩恵感じないかもしんね。全体攻撃が1体しか当たらんのは事故だよ。そして、ナイトリッチはドルマです。魔法使いで相性があった中でドルマを発射します。いきますよ。せーの。ハイエション!まあ、しゃあないね。暗黒に強い奴しかいないんじゃねえかというか、死神貴族といい、こいつらといい。これ、ナイトメンソード良くなってきたな。なんでお前がジオフラッシュ使っていくんだよ。賢者だからか。なるほどね。一ターン目のダメージです。完全に負けております。気合いダメですよ。一ターン目は気合いダメであげる。この全体1パーティーをまさかまた僕が使うと、また僕がこれを紹介するときやっていくとは思わなかったわ。大丈夫かな。ああ、なるほどね。なるほどね。まあ、しゃあないかなっていう部分はあります。テンション上がってます。ここのフールスタイク当たればものすごい威力が出ますよ。フールスタイクって賢さ依存の、賢さ依存の、耐性無視攻撃なんですよ。はい。で、さっきは当たらなかったっていうより避けられてるんで、命中率悪いにしてもさ、避けられてるの話は違うからな。さあ行きましょう。テンション溜めた後のね、耐性無視の一撃。いつだ全員当たらなくちゃ。行くぜ、ハイエションハイハイエションハイハイエションハイハイエションハッ強かったね。そりゃ強えわ、お前。そりゃ強えわ。うん。デンタサウルスの気合ダメを有効利用してるんですよ。つまりこれ。で、ない、デンタリッチのおかげでめちゃくちゃ硬いわけで、相対的に。それが強い。それだけでもう何言ってるか分かんないけど強いよね。てか、デンタリッチが組める時点で強いんだよ。まあ、ここでね、混乱してるのは仕方ないとして。だから、ツバゼレにさえ勝てばさ、この耐久力を勝って耐えることも簡単なんですよ。バトマスデンタリッチは倒しきれないってこともよくあったじゃん。つうことは、いや、ちょ、待って、強くない？気合ダメを有効活用してんな、完全にこれ。あ、これ痛恨出そうだな、なんか。見とってみ、コンピューなら痛恨やらかす。見とってみさ。あ、呼んどこそ、ごめんね。あ、もう一回やるね、でも。もう一回動くね。キラピアスね。うん。いや、これはね、やっちゃいけないよ。おいおいおい、キラキー？つばぜれしないといけなくなった。でも。つばぜれしまーす。まあでもこれ大変。ぶっちゃけ言うと、バトルマスターなんか全体的に対して、その、メタを張ったやつがこれなんですよ。なお、丸くない。バトルマスターデンタリッチに対してメタを張るデンタリッチとして対応されてるのがこの魔法使いデンタリッチというやつですよ。はい、よいしょー。まあまあ、あんだけやかだったら余裕だろ、そりゃ。さあ、もうあとはゆっくり詰めるだけで勝てます。HP はこっち2000あるんですよ。相当なチンジがない限り勝ちです。
いやだってこんなもん強いに決まってんじゃん。ああ、ナイス、気合でもナイスよ。攻撃力が上がるぞ。いいね、テンション上げて。何があろうがもうここまで来りゃ勝ちですよ。だろうな。うん、だろうな。お前そろそろやるなって思う。そろそろ君はやる頃だと思ってたよ。うん。やるだろうなって思いながら見てた。あ、来るなって思ってたよ。おー、ラッキー、ラッキー。吹き飛ばしてくれるわ。こんなんさ、バトルマスター伝達っていう強いパーティーに対してさ、メタを張ったの、バトルマスター伝達。あれあれ、なんか間違えてる。俺ボタン押し間違えたわ。あれなんか知らんけど、僕ボタン押し間違えたっぽいっすね。まあ、いっか。いけるしね。オッケー、フールストライク行くぜ。テンション上がった後なの。はい、せーの、はい、よいしょ。避けたね、避けるね、死神貴族。まあでも何があろうがもう勝ちなんで大丈夫でしょう。フールストライクというね、耐性無視攻撃のおかげでバトルマスターデンタリッチの全員の固い装甲を破ることができるんですよ。で、魔法使いって比較的回避率高い部類なんで、基本的にこうやって魔法使いに攻撃が集中するんですよ。デンタリザウルス、ナイトリッチ、どっちも硬いんで。で、魔法使いで避けれると。いや、これは完全にデンタリッチにメタを張った外役を持って外役を制すだよね。なんか以前外役を持って外役を制すってよく言ってたじゃないですか、デンタリッチに対して。それに対して、まあ本当にこれ外役で外役制してるよね。デンタリッチに対する対策はデンタリッチってさ、もうこの世の終わりだよ、こんなもん。ここでナイトメアソード。お前に役目を見せてやろう。必殺のナイトメアソード。いや、これ負ける気しねえわ。いや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 、もうさ、これもう言葉にすることがないんですよ、強すぎて。もうない、デンタダンスのナイトリッチのさ、話なんてもう死ぬほどしてますし、僕だって。じゃあ、これがさ、さっき言った通り魔法使い、フールストライクが使えるような魔法使いと組んだらどうなるかなんてさ、それ強いに決まってるわな。耐性無視だよ。賢さの値によってもう耐性無視だよ。こんなんさ、強いに決まってんじゃん。強すぎるって。そうだよな。デンタリッチの打点になるのが耐性無視なんですよ。ブレイクオールもできるけど、ブレイクオールになっちゃうとバトルマスターだからね。もう無かったいな、本当にデンタソースたち。尋常じゃねえな、これ。おーおー、猛ダッシュ。基本的な魔法使い。デンタソースが行くと痛恨。あー、まあ、なるほどね。まあね、なるほどね、なるほどね。はい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 。これを基本的に避けるのが魔法使いの仕事ですね、ちなみに言うと。はい。にゅん。はい、そういうこと、そういうこと、俺の中一致したわ。おー、よし、俺の中一致したわ。オッケー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 。そのドルまで、まずキラーマシン3狙うよ。いくよ、キラーマシン3狙うよ。いくよ。はい、せーの。はい、よいしょ。オッケー。弱点ついていく、ここでね、しっかり。さらに気合玉いくぞ。気合をためる。よし、これはやばい。強い。これはもうね、今まで使ってたパーティーはまるでゴミみたいな弱さに見えるぐらい強いぞ、これ。そりゃそうだろ、強えんだから。そりゃそうだろ、強えパーティーなんだからさ。まあ正直俺らしくないんですよ、こういうパーティー正月って。ただこのパーティー使ってる人って意外といなかったからさ、やっぱで、こういうパーティーあんま見たことないし、まあいいかなと思って、ちょっと今回はね、魔法使いデンタリッチということで紹介させていただいております。さあ、テンションを貯めたのフルストライク、震えろその火力に。はい、リードくださいはい、よいしょ。ちょっと待って一人で500、なんかもうギガデインぐらい持ってったぞお前。一人でギガデインぐらい持ってってんじゃん、やばやばい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 、それはやばすぎるって、強すぎるこのパーティー。ダメだって、俺の手に余りすぎてんだよ。俺が使うにはちょっとね、あまりにも、俺が使うにはあまりにもだよこんなパーティー。嘘だろ。いやいや、2010年の大会で見たとは言えよ。あ、まひらないか。もう順調だよな。うん、つばぜりやすい余裕あるわ。俺、つばぜりやすい余裕あるもん。いや、もう本当に、俺の手に余っちゃうな、このパーティーは。ちょっと遅かったかな。よし、
もう勇気の逃げ切りもさせない。 CPU の有機補正が上なのは知ってっからね。何やろうが勝ちなんだよ。ほはははは。なんだそりゃ。なにまたすごい変なスペシャルカードが飛んできたな。なんだあれ。ミラクルソード見たことねえわ。まあ向こうが痛恨何発だそうだ。もう勝ちな、勝ち確定してんですよ。ナイトリッチがしっかりなんか砲撃当ててギガデインするだけ、または星振っちゃうか。星振るかギガデインに勝ちです。ギガナイトリッチ当たってねえぞ。なんだったらおい当たってねえぞ。どっちでもいいよ。なるほどね。まあいいんじゃない、ナイトリッチにつなげるから。攻撃力が上がるぞ。さて、もう終わるな。次のターンギガデイン詰めて勝ちです。悪夢の剣が振り押される。なんでブルマでよかったじゃん。 OK、 しっかり当てて、あ、終わり。もう勝った勝った勝った、もう勝った。今度は押し間違えない。はい、よいしょ。ちょっと待って、これはいいのかこれ。よっしゃ状態と成功率上がってるから、いくぜラリフ。はい、なめんな。ラリフォービートルを連れてきた。ラリフォービートル先輩を僕は連れてきました。ラリフォービートル先輩はね、デンタリッチに対して奇跡のプレーを起こした男。おっしゃ、負けるわけね。もう勝ちしか見えないわ。よっしゃ、ラリフォービートル、お前のラリフォー全員でさせるぞ。行くぞ、ラリフォービートル。出ましたよ、ラリフォービートルが。本当に大丈夫なんでしょうか。なんか嫌な予感しかしません、私は。いや、大丈夫。ミニモンの近、そこ近っちゅうも見せてやりますよ。わぁ！あ、ラリフォービートル避けてんじゃん、ラッキー。いいよ、ドラキー、行け。久しぶりだ。お前、久しぶりの登場だ。張り切ってんぞ、お前。はい。お、いいね。あ、結構出んだな。あ、さすがに結構出んね。行くぜ、必殺。必殺。ラリフォー。ね、大丈夫。今のはアイドリングってやつですよ。ちょっと遊びのターンって必要だと思う。次のターンに3体全員でさせようと思うんで、そういうことを考えると結構ね、アイドリングとしてね、成り立ってんじゃないでしょうか。はい。アイドリングでちょっと今、ラリホーをね、ラリホーするよっていう合図でね、ちょっと撃ってみました。まあ大丈夫でしょう。次アタックからな。いやーピクシーピクシー体勢持ってる割には結構食らってたぞ、お前。行くぞ、全員だ。それダメだ。ダメだ、お前ダメだよ。鬼見た方がいい。ラリホーだ。3体寝させればいい。分かってる。3体寝るから。このアイドリング、一旦アイドリングしたからね、次はないぞ、お前。お前ら、次はない。言っとくけど。やばい。いやー食らいすぎでしょ。フールストライクは強すぎるんだよ。噛みつきだ。はい。回収出してこー！よし！いいよ。ドラキーちゃん、いいよ、いいよ。いい、いいよ、いいよ。かなりいい感じ。いや、ドルマが安定して強いんだよな。結局勇者に刺さるからな。あ、暗号大使あんじゃん。意外と頑張ってる。いいよいいよ。ワンチャンある、ワンチャンある。本当にワンチャンある。ラリフォービートルが寝させれば本当にワンチャンある。ラリフォービートルワンチャン寝させようか。いいよ、ラリフォービートル。あ、いいね。完璧。次、鬼火かましてあたりで、ラリフォービートルにラリフォーすればいい。うん。いいよ、ラリフォービートル全員寝させよう。アドとろ、アド。いい？行くよ。ラリフォートライゾーン！いや、ここまでね、ちょっとね、今までちょっと遊んでましたけどね。はい。お前らも本当にね、うん、次が最後だ。ちょっと、まあ、俺らプロレスラー、プロレスラーの選手ですよ。相手の攻撃を受け止めた後に、はい、無駄でしたという絶望を味わわせる。プロレスラーの精神。やっぱ俺たち強いんだなって。やっぱラリフォービートは殴っちゃいけなかったなっていうね。麻痺させるぞ！そういうこと、そういうこと、そういうこと。こういう感じ。こういうことでね、俺たち勝ってっから。うん、無天部よ。いくぜ、鬼火会心出してこうぜ、ここな、おぉダメだ。ダメだよ、こいつ。ラリホー全員寝させます、ここで。ナイトリッチも寝させようぜ。ラリホー
このまま決着がついてたまるかよ。このまま決着つくと思ってる？そのね、あ、もう勝てるなって思った時にラリフォービートルが現れるんだよ。分かってる、分かるよね。うん、ここでね現れるのよ、ラリフォービートルが。このね圧倒的、ここで避けます。ミニモンスター送迎盛り、ミニモンスターやろ。避けるわ、3体避けるぜ。そういうことをよしたいな。よし、ラリフォービートル、ラリフォービートルですね。ここでだってさ、ラリフォーでナイトウィッチ連打層狙いんでしょ。お、これいいじゃん、いけるいける。ラリフォービートルに寝させれば勇気勝ちできるよ。そうそう、2体寝させよ。そうすれば勝ちだよ、本当に。二度と使わねえよお前お前二度と使わねえ。はい、というわけで、今回はめちゃくちゃ強いパーティーが出てきましたまあ以前ね、デンタリッチプロジェクトでございまして、あまりにも皆さんメタを張りすぎたんですけど、今度はこのパーティーで皆さんのパーティーでも募集してみようかなって思いますはい、というわけで今回これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。